Maria Petrova und Alexei Tikhonov. ショートプログラム2位、ロシアのマリア・ペトロワ・アレクセイ・ティホノフ。ソルトレイクシティオリンピック6位、2000年のニースの世界選手権のチャンピオンです。去年の NHK 杯2位、今シーズングランプリシリーズの1戦目です。ラフマニノフの交響舞曲。ジャンプがちょっと抜けました。このスロージャンプを手をついています。98年からペアを組んで一気に世界のトップクラスに躍り出ました2人です。男性のティホノフは93年の NHK 杯で日本の川崎由紀子と組んで3位に入っています。この2人も NHK 杯は去年まで4年連続の出場、日本でもおなじみのペアです。この降り方、さらにこの後連続していきます。リフト、スロージャンプがどうも決まりません。
フィニッシュも独創的です。リフトやお互いのこう面白い動きです。再三こう見せ場を作るんですけれども、あのスロージャンプの失敗が少し悔やまれます。マリア・ペトロワ、アレクセイ・ティホノフ。十分アピールした後、折り方でもう一度見せ場を作ります。このスロージャンプ、スロートリプルサルコーだったんですが、着氷に失敗です。技術的な評価、テクニカルメリット、4点台をつけたジャッジも2人います。12人の審判のうち9人の審判の点が採用されます。プレゼンテーション、こちらは 5.0 から 5.7 と少し評価が分かれました。現在3位です。Und im Gesamtklassement liegen sie im Moment auch auf dem dritten Platz.